あっち帰った。ほっ、ファール、もう一回自分で取れる。よっしゃ、取った取った取った、さあチームメイト。What's up, YouTube? はい、ということで NBA2K24 も、今日が最後の動画になるのかな。9月6日発売なんですけど、ダウンロード版をね早めに購入するとアーリーアクセスでね2日前からできるということで、日本時間で明日の夜9時からできるみたいなので、そちらはジュンジュンプロデュースの方でやるので、ぜひ皆さん配信遊びに来てください。朝までやるんで。はい、ということで最後、ジュンジュンプロデュースの方では日本とアメリカで、アメリカ使ってね50点差ぐらいでボコしたんですけど、やっぱ最後はやっぱ俺日本使うわ。このモードでやっぱ勝っときたいよな。今まではね NBA のチームに入れてたんですけど、今回はねこういう設定をダウンロードしてね、なんとユニフォームと国もね、日本、ジャパンじゃなくて日本ですけど、これでいきたいと思います。あとこれメーターがだいぶこれ補正かかってるんで、まあちょっと俺が作ったんじゃないんだけどさ、あのたまに日本人にこれメーター高すぎだろってコメントあるんですけど、いや同じ日本人、いや俺気持ちは俺多分8とか95ぐらいだよ俺の中で。川村くんとかも88とか7ぐらいだけどな、俺の中の気持ちではね。うん、こんなに補正かけても全然メーター負けてるもんな。こんなところでごちゃごちゃ言っててもしょうがないんで始めます。すごい厳しい。よし行くぞ。これが本当に今年最後の NBA2K24 ふさわしい試合にしよう。皆さん応援よろしくお願いします。すごいよなこれ、ちゃんとパリオリンピックの仕様になってて、まあ日本のユニフォームはワールドカップの時っぽいけど。チンコいじっていく。もういいよ早くして。最高か。ジャブ勝つんかい。はい、チャンス。うわっ壊し症。おお、いい絵が撮れたよ。多分渡辺がかけてくれるから、かぶってんじゃねえか河村くん。無理だ。待って待って、時間ない時間ない。もう一回かけろ。へえ、よっしゃ。え、おお、ゴールデンリングか。ガチだからさ俺、ガチでガチでいきます。いきます。あれ、オッケー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 。いや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 、リムにアタックしていこう。でフリースローで確実に2点を取りに行く。よし、今までなこの日本のユニフォームクリッパーズのユニフォームだったからな、まあ、色合いは似てたけど。チュッチュッ、Yes sir。 チャージング。 2K25 では、あ、手を挙げてるだけ。リバウンド。ナショナルチームのモードあんのかな。マイキャリアではありそうだけどね、なんかね。終わった。ユータ・ワタナベイ。ああ、そういえばあれか、ナショナルチームがもしなかったら来年は、来年つか明日か、スケ25ではいないのか。終わった、なんか悲しいなそれは。本作だからちょっとレアだよな。あー、リバウンドリバウンド。ちょっとこいつ絶対止められないわ。あそこで確実に2点取られちゃうね。ホーキンソン、おい、いいよ日本の宝。終わった、見てろ。チェック入ってる。リバウンド。ちょ、一本一本マジで大事にしなくちゃまずいなこれ。このコンビいいよ。よし、あぶね、ナイパー。いいね、なんとか今粘ってる。ただこれもう1本2本ミスしたらどん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 離されていくから、最初から、おお、取った取った。最初からこのモードでやればよかったよな。いきます。
いいんじゃない、ハッチ、やばい、いいぞ、外せ、よし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 、今のところめっちゃ順調、これいけんじゃね、いけるだろ、終わったー、やばい、日本のエース2人がワッターとユータ、ワッターとユータ一緒だ、終わった、わお、二大エースが大活躍、動け動け、やばくね、やっぱ俺日本使った方がよかったな、いやただこれちょっとねマジ前半で食らいついていかないと、外せ、よし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 、マコマコ落ち着いて、何してんだ、かけろかけろかけろ、リマル取れ、よしよく取った、落ち着け、むずい、ああ入んないか、あ取れるわ、それやめな、待て待て待て、狂ってる狂ってる狂ってる、やばい、落ち着け落ち着け、勝ってるんだよ今日本、手あげてるだけでいい、そうそれでいい、ゴー、走ってる、終わった、ガチじゃん、そりゃそうだお前ガチで、日本人なんだから俺、ワッターじゃなくてハッチーしかいない、ここはマコ、あー絶対入っちゃった、外れた、どうしたお前ら、現在新実況メリファル、ありがとうございます、戦えてるよ、チュッチュ、よしよし、こういうフリースローも絶対落とせない、チュッチュ、どうせ後半さ一気にまくられるんだから、ちょっとちょっとお前何ポイントガードになってんだよ、吉井選手来た、絶好調の吉井選手、テイタム VS 吉井選手だ、出た、富永君も出てますね、あれダメだな、あの この河村君のステップバックやだな、カリー VS 富永君夢のような対決です、どうした、おれホーキンソン、富永君っぽい多分打つよね彼なら、止める、取れる、オッケーオッケーオッケー、いいよ、ホーキンソン調子いい、危ねえ、いきまーす、レブロン VS 河村くん、すごい対決だなあ、どうしたんだよ、ボタンミスです今の、ギブフレアやります、ギブフレア、ここで、あ、もう何となく分かった、そういうことで、あー頑張れホーキンソン、吉井選手でマジで今の日本ならさ、おお1ピリぐらいだったらマジでこれやれそうだよね、これぐらい、ただこれがねこう4ピリってなると、4ピリまで続くってなるとちょっと話は変わってくんだけど、これぐらいやばくね、アメリカもびっくりだよなこれしょうがない、もうそれ捨てるしかない、ステレスレイダー懐かしくない、いっぱい余裕です、えどうしたホーキンソン、取れるこれ、すごい、富永君 VS カリーはちょっと感慨深い、いろいろドラマがあるな、ハッチとレブロンの指定対決とデュラント渡辺の元チームメイト対決、あテーブス選手来ましたね、
ハリバも出てるわ。おい、どうした？いいぞ日本。前回50点差ぐらいで勝ったんだけどな、俺アメリカ使って。わお、ちょっと不安なメンツだなこれ。すごいいいな、今のうちにちょっと逃げ切りたいよなこれ。あ、絶対来ると思った。フロッピーね、もう誰が打つか分かってる。ダメ、もう一回フロッピー、フロッピー、いいんじゃない。あ、入んないか。あ、取れないか。入っちゃう？あ、外れた。あんま入ってないね。ババちゃん突っ込め。そんなステップバックする？やばい、アメリカが一番びっくりしてるよこれ。時間、おい、やめてください。ゴー、取られた。取れねんかい。7秒ね。あー、これないわ。すげえ勝ってるよ。よし、いけるぞ。リバウンド、あぶねえ。なんでこんな入んないんだ、どうした。一応電動入りですけど、あんまでもその確率は関係ないか、別に関係ある。お、すごい。やっぱ日本のエースはハッチだからさ。チュッチュ、あー外れた。ファーストオプションはもちろんハッチで。チュッチュ、イエス、マコいけ。あー、グリでマコ、うい、頑張れジェイコブ、ジェイコブさん、いけるいける、ゴー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 。落ち着け落ち着け、パスくね。いいよいいよ、日本のバスケしよう。マコ、こんな調子いいと怖いんだけど逆に。止めたでしょ、走るわ、走ってるよ。ワッターがあるか、センターなのか、今センターが遅れてるんだ。かけろ。あー、マジでむずい。もう全然早く話していいんだあれ。あー、やば、油断してる油断してる、全然油断してなかった。フロッピーでいこう。誰だろう、終わったか。かけなさいよちゃんと。飛んだ、ファール、あー取れないか。ファールじゃないの今。あ、落ちかいった。やばい、不安になってくる今のは。あざっす。テーブスも代表でこれぐらいやってくれればいいんだけどな。いや俺すごい好きなんだよねテーブス海選手のプレーだけど、ちょっと代表だとちょっといまいちだったからさ。全然できると思うんだけどな。あ、いやまあこれ操作してるの俺だから。誰だこいつ。河村君休めました。待って待って待って、割ったらセンター大変だね。来んな死神、チェック入ってるよ。え、ちょっと待って、あいつやばいぞ。みんな大好きギブフレア、あれなんか終わっちゃった。すいません、時間ないからね。4、3、2、いいんじゃない。おい、なんだよそれお前。
中学生のバスケじゃねえんだからよ。マコが持って、マコでギブフレーやったらどうなるこれ。あ、結局こうなるんだ。あ、なんか終わっちゃった。あれマジか。ここでしょ。受け止めドンピシャ。やばい、お疲れてきた。ちょっとマジここだから頑張ろう。いいですね。キャッチ。あ、時間ないわ。あれ？え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 ？あ、何今の？あれ？あんな、どうした？なんかパソコンがテルルルってやったんだけど、あんな画角になったの初めてだ。おい！ワッターもジェバチッツだもんな、もうね。リバウンド、よし。そこけん？ハッチだろ今。そういえば富樫選手出ないの？ジッチェバジッツで思い出した。ちょっとどこだ、こうか。あー、ちょっとずるいよそれ。危ねえ、ラッキー引き合うもの。痛い、決めろよアキラ 100%。 おい、これぐらい。いや大事だってフリースロー、もったいない。これじゃね、待って。もう翻弄されてる。あぶねえ。いくぞ。どうしたハッチ。それハッチがあんなパス出したらああなっちゃうかもしれない。本当に絶対打つと思うもんね、ハッチなら。まずい、ちょっとここ何としても決めたいな。きた、とかピッピー、河村勇輝が憧れる男。パスクね。あざっす。くそー、分かっちゃうんだよね、やっぱ確定演出あると。うまっ、うーわ、本気出してきやがった。ちょっと最後勝って終わりたいよ。まずいぞ、同点だ。富永君なんとかしてくれ。ふう、いやー、取れるわ。最終組だ。足元入った、よし、よく取った。どけ。ほっ、ファール、もう一回自分で取れる。よっしゃ、ダンプ取った。さい、さあ、チームメイト行くべきじゃなかったな、あれ。いや、ここなんとしても止めたい。頑張れ、ジェイコブス。打ってくる。それ、ダメだって。よっしゃ、取りたい。これ富永君お願い。来た、打ちます。クソ、攻めれねえ、押せねえ。どうすんだよこれ。3、2、いやー、マジか。あー、やばい、攻め手がなくなってきた。どうするこれ、最終狙いは。あー、よく止めた。そこまずい、取られてる。お願い、よしよし、なんとか、なん、危ない危ない、なんとか生きてる。つけ、をつけ。あー、かかんないか。
あ、時間なかった、やばい、攻め手がマジでない。入んのかい。最初あんな順調だったのに。うわ、逆転された。落ち着け、テーブス来た。今日は調子良さそうだ、テーブス。読まれてる、やばい。あそこ外だな、こっちでしょ。一応カリー見た、取った、よく我慢した。あいよそんなことしないだろ。読まれてるわ。スタイルどうにかし、ダメだなあれ。チャージングじゃないこれ。あ、まあでもよく止めたかもこれ。絶対2点確定だ、確定だったもんね今のね。もしかして3点確定か。やばい、どうする。なんで1ピリどうやって点取ってたこれ。我慢しろ我慢しろ。ピックからのパス読まれてるからってなると、こういうことか。よーし、ナイス判断、さすがテーブス選手。操作してんの俺だけど、ホーキンス疲れてるの。早くで手上げてるだけ。うーん、その疲れ場、疲れる場面あったか。待ってね、このフィストフレアってやつ。あー、うっ、決めたい。よしよしよし。あ、時間ないよ、残り5秒。ね、すげえ試合だな。さあ午後の部スタートです。オッケー、ゴール。なんかディフェンスがいろいろ変わってる。絶対これ、いや、いいディフェンスだ。クソゲー、チックの意味ないもん。間違えた。このフィストフレアっていいんじゃないかと。あ、あのいつものやつだ。あ、これいいな、いつもの横バージョンだ。俺が好きなセットプレーの横。ああ、うわー、うまい。ちょ、もう一回やってみよう。あんまやりすぎよくないんだよね、同じの。ここでかけて、あ、間違えちゃった。打ちます。あ、ファール、エンワン。おお、いいねいいねいいね、すごいいい入り方これ。ちょちょ、あ、入れ、よし、ラッキー。誰だよ、チュッチュ。3本決めよう、チュッチュ。イエス。こんな戦えたらすごいよなマジでどうするこれ、どうするどうするどうする。うわー、グリだ。入っちゃうかなー。あー、外れた。オッケーオッケー、ここ決めるぞ。落ち着いてね。来たんじゃない、キッ。かなり遅い。どうする、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 危ねえ。うー、よっしゃ、チェック入った、クソゲー。このフィストフレアがいいぞ。かけてもらってから、あー、なるほど。ちょっと待って、もう一回やりたいな、間に合うから。ここでかけて、ホーキンソンが行くのかこれ。はいはいはい、あー、入んなかったけど、そういうことね。ただあんまやりすぎると読まれちゃうからこれ。あ、ここ誰、あ、くそ。これめっちゃ頑張ってるよな、フロッピーね。あ、入んねえや。いや、ワッタ、これ打ちにくいな。
これ絶対入るよね、あれって。あれ不思議だよな。すげー。結局フィストフレア。ホーキンソンじゃねこれで。すごい。あーマジむずい。ちょっと終わった。いや完璧だったけどね今。超綺麗じゃなかった。理想のバスケだった。フェイクで引っかかってからパスさばいて。どうぞ。止めたんじゃない。時間ないよ。守れてる守れてる。いやーいいディフェンスだ。前走ってる。これぐらい？いやちょっとマジでむずい。ホーキンソンとワッターがむずいっす、打つの。うわ出ろ、外せ、クソゲ。やばい、10点差だ。これワッターが持った状態でこれやったらどうなる。あ、こっち行くの。あ、そういうこと。あ、そういうことか。あーごめん、いやー今ミスったわ。角度が変わるんだ、ずるい。あーやばい、点差がちょっとずつ離れてった。どうするこれ。無理だくそー。だってこれ一回さスタートで戻したいんだけど。戻していいかな。オッケーオッケーオッケー。勝てるよ。おろかった。本当に勝ってる。マコ。ファール。おおマコ。マコステップ炸裂していく。10点差。続け大好き10点差です。痛い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 。外せお願い。よし。ここで決めるぞ。ふー、お気に入りのフィストフレア。またホーキンソンになっちゃうねこれ。すごいかかるこれ。あれオッケー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 。ホーキンソン体力なさすぎじゃねえかこれ。あーマジでむずい。ちょっと待って、これぐらいか。よしよしよし。ホーキンソンなんでも疲れちゃってんだよ。あーもう頑張って。スタミナなしにすりやがったこれ。スタミナの概念そんなにいらないと思うんだけど俺通勤で。時間ない、無理だよ。すごい。ああやばい、ちょっとピンチだなこれ。最初あんな順調だったのに、まあ、こうなるとなんとなく予想できたけど。ついていけ。チェック。それそうなるわ、すげえ詰めてる。いやそれないわ。これ3本入るでしょ絶対。いや結局点差ついちゃうこれ。ちょっと頑張ろうよ。外せ、外さないよね。さあどうする。またお前ポイントガードかよ。すいません。タッチかけろ。マジでワッター入らないんだけど、遅いんだよね。入るはずなのに合わせられれば。誰で来るこれ。待って危ねえ。そこかよ。無事、おお外れた。待って待って落ち着け。待って待って、あ、くそ
やっぱあれ行きたくなっちゃうよな。後ろハッチ見てます。リバウンドリバウンド、ああよかった、出してくれて。疲れてる、みんな疲れてんじゃん。いやマコいいディフェンスだ、いいぞかけろ。マコマコステップじゃんマジで。マコステップって。さあ同世代、そうだよね、フリー。お互い疲れてる、入っちゃうのこれ。なんで頑張るんだ日本、みんな大好きフィストフレア。打てない、あーみんな疲れてるね、なんかなんで。来い、誰で来る、大丈夫、ハッチなら止めれる。よっしゃー、前走ってる、邪魔だ審判、ファール。うわーハッチっぽかった、でもなんかみんな疲れてる、なんで。落ち着け、入っちゃうこれ、危ねー。待ってこれみんな疲れすぎだって、いくらなんでも。おお河村くん、レブロン相手に見せてきた。いや頑張ったこれは。やべホーキンス4つ目だ、ちょっとここ一回変えた方がいいんだよメンツね、今みんな体力ないから。ハッチが、ああ調子いいよテーブス選手、ハッチがセンターだ。3、2、あ惜しい、よし第4クォーター。どうした、ババちゃん、ゼロ入る、いや入んないか。このサブメンバーが頑張ってくんないと、ちょっとこっちがセンターか。自らこっち、どうした、ハッチンかけんのか、あこれはいい、打ちます、飛ばねんかい、もう無理無理無理、こう絶対。あ違うなかった、くそー、ババちゃんがセンターやってます。ジェコブズがやるよせめて。うますぎねえか、フロッピーフロッピー、フロッピーあんまかかんないんだよな、こと、うぇい。大丈夫大丈夫、まだ全然いけるよ、止めた、よーし待てよ、あどうしたのこれ、バボちゃん時間ない、またよくちゃんと見て、2、1、おーすげえ。よく決めた、なんで入ったのあれ、外してお願い、よし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 、いけジェコブス、落ち着けよ、うーん
あー、それはないわ。ババちゃん、そりゃババちゃんないわ。ドカンとダンクぶちかましてくれよ。今のちょっとあの体力回復させないと、スタートの人たち。そう、無理だな。ババ、あ、止めた。あ、ババ雄大 VS ジョエル・エンビードってすごくない？なんかパワーワードすぎない？吉井選手、あ、これ吉井選手、来ないか。いいパスだったけどね。落ち着け落ち着け。ババちゃんがセンター。ババ VS エンビードすごいわ。え、なめんなあいつ、遊び始めたら。これ、うわマジか。別にああいうパス通ってもいいよね。なんか通過やって固くなる、あれパスさ、少しでも低いとああなっちゃうじゃん。普通取れるじゃん、ああいうパス。あれ別になんかパス精度で下げる必要ないと思うんだけどな、これ。チェックね。なめんじ、え、ファウル。でもこれよく粘ってない俺。うわ、最初もったいないな、勝ってたのに。悔しい。ガチで勝ちに行ってたんだけどな。いや、まだ分かんない、まだ6分あるから。外れた。おわお、多分2だね今。大丈夫、吉井選手ディフェンス提供あります。何でもできます。スリーポイントも入るようになった。ほらら、え、なになに、なんだよ。ここで世界の河村が来ましたね。ハッチ休ませていいのかこれ今。いやー、もう無慈悲。ハッチ出た方がいいって。ジオシー選手に申し訳ないけど、オフボールスクリーン。あー、ちょっともったいない動きだったね今のは。入っちゃうわ。チェックなんないんだよなあれ。かっこいい。最後まで諦めないで、マイアミッキーみたい。リバウンド、あー高すぎる。ホーキンソンずっと疲れてんな。頑張れ。いやー無慈悲。よく頑張ってるけどねこれ。富永くんだよ。ついてくるんだよ、ついてくるな。時間ないよ。いいんじゃない。あざっす。河村くん11点。富永くんがブッカー止めれるなんか未来が見えないわ。誰でもそうなんだけどさ、富永くんには申し訳ないけど。痛い。1日1回目のフラグ、ありがとうございます。これもでももしかしたら25で見れなくなるかもしれないからな。チュッ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 。ああ結構リアルな点差なんじゃないか。でもこれなんでそこまでリアルこと、ああ入んないこれは。ええー、軌道が入んない軌道だったけどな。軌道選手があんだもん。みんな大好きフィストフレアからのホーキンソンのチャンネル、これで打つのね。でこれ、あ、今打てたな、ちょっと迷っちゃった。いやあれ今考えたら打てたね、あれ、あのまま。あぶねー。じゃもう一回やろう。ハッチが持ってたのだと変わらず、ホーキンソンが持ってやればいいのか。
あ、これバッター打つんじゃない？オッケーオッケー、これ絶対かかるから、ほら、あーよし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 、スイッチが遅れちゃうのかな、あれチェック、あぶね、あーもう嘘って言って、嘘って言ってよ、でホーキンソンでこれやればいいな、そうすることによって何してんだよ、すごいホーキンソン、なん今1点1点って書いてなかった、1点だおい、かわいい、なんでいるんだよお前、リバウンドね、何度でも、あ、そう、お前が持つならいい、あ、ハチが打つな、これはこれ打ってるけどね、あー、あそこでハッチとかにやればいいのかな、ハッチなら多分結構入りそう、そう、あの段階で打てる気がする、リバウンド出てこい、動物の森、よし、ここでハッチでこれやれば、あ、じゃあね、ワッターか、ワッターでもいいや、あ、これ入んねえや、ごめん、素直に河村君に出せばよかった、なんかしないけど取った、なんそれそっちかい、つか、あ、すごい、いやーなんかリアルだな、そこじゃないんだよな、打てない、あれ、おー、いいね、河村くんぽい、河村くんじゃねえや、富永くんだった、チュッ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 、相当頑張ってると思うんだけどな、これだって俺がアメリカ使った時は50点差以上ついたんだよ、いやー今よく頑張れた、よく頑張ってやろう、ずるい、いや、この、これいいわ、ここで、まあ、これかかんないからいいや、からの、おーいいねー、すごい、日本らしいバスケだった、なんかナイスナイス、こういうの最後決めても勝ちだからさ、うますぎだろお前やばい、まだワンポゼッションは向こうあるわ、どうした、ふー、8来い、そのドリブルしないけどね、入れ、よー、吉井選手結構決めてない、最後決めても勝ちだったから、勝ちだもうこれ、打ったら殺す、あれ、いやこれ頑張ったよ、相当頑張ったと思うよ、104対79だっけ、まあでもみんな全体的に取ってるな、まあ、誰でも取れるもんね、あーこっちやっぱハッチが一番点取ってるか、まあでもこっちもそこバランス取れてるけどね、得点はもう速攻による得点とペイントの得点がもう全て物語ってんだこれ、はい、ということで結果は104対79で結局負けちゃいました、はい、今作最後ちょっと勝ちたかったんですけど、はい、ということで NBA2K24 今日が本当にラストですね、明日9月4日の、夜8時50分ぐらいからジュンジュンプロデュースの方で、発売記念朝まで生配信やるんで、マジで朝までちょっと頑張るんで、6時間9時からだからな、そこだよな、6時間以上はちょっと頑張って配信するんで、皆さんぜひ遊びに来てください、ということで、お疲れ様でした、ありがとうございました、さよなら。